ハロー YouTube ヒカキンブログへようこそ。本日はですね、テンノーズアイルに来ています。なぜならあのアカペラで有名なボカピーポーを見に来ました。そしてなんと前には怪しい2人がいます。紹介します。じゃじゃん、怪しさ満点ハロー YouTube、 怪しい2人、はい、第一とロボットのぞみさんです。ロボットのぞみです。ロボットのぞみさん誘ってくれました。はい、こんにちは。はい、こんな感じです。まあ、ね、何しゃべろうか。ライブの打ち合わせをそう、大地とライブの打ち合わせしながら、ロボットのぞみさん最近仲良くさせてもらってるんで、そう、3人で見に来ました。なんだい、ちょっと今日はね、あの少し仕事のことを忘れて楽しみたいと思います。そんな感じ。そんな感じ。そんな感じです。はい、ボカピーポー見てきました。とんでもなくすごかったです。で、これから、ディナーでございます。はい、あ、なんか選手があれやろうとしてて準備が間に合わなかった。準備が間に合わなかった。選手がじゃないんですけど。はい、どうでしたか、ボカピーポー。ちょっとね、レベル高いですね。日本のアカペラとまた全然違うね。どうでしたか。ああ、いいや。そうですね。ということで、声とかね、声オンリーで勝負する人っていない。パフォーマー目線だとどういう感じですか。でも、そのうまく音楽とエンターテインメントっていうのをすごい掛け合わさっているって感じ。ということで、じゃあ要するにマルゲリータってことでいいですか。マルゲリータね。はい、ということで、じゃあみんなで食べます。はい、ヒカキンブログに登録、ヒカキンブログに登録、ヒカキン